皆さん、こんにちは。この数日間は中国の一帯一路プロジェクトによる災難について話しますが、実はこの災難は経済や人権だけでなく、一帯一路プロジェクトに加入した国や地域だけでなく、全体人類に対する災難です。台湾は一帯一路に加入していないですが、台湾人は被害者になっています。 今後も一帯一路による災難の番組をシリーズとして作りますが、今回は主にカンボチャとミャンマーを中心に関連国が受けた災難について話します。もちろん詳しく話すことは不可能です。自分にはそこまでの能力がありません。前回の番組の最後に、 一帯一路をうまく利用して中国の指名ティ犯ハンからカンボジア首相の個人顧問となりシンガポール駐在のカンボジア大使館の外交官となった人の例を挙げましたが今回はもう一人の例を挙げますこの人の名前はーロンカイ・シャー・リンカイですがこの人は去年国際刑事警察機構 インターポールに逮捕されたと言われていますが、中国の百度百科、百度百科の人物紹介には逮捕されたと書いてありません。中国の百度百科、百度百科は英語の Wikipedia と同じようなものです。 カンボジアの詐欺集団は独立のものではなくフィリピン、カンボジア、タイ、ラオス、ミャンマーなど東南アジアの一連の詐欺集団の一員です。最近、複数の台湾人がカンボジアで行方不明になっていますが、一部の人はタイのバンコクを経由してミャンマーに売り込まれました。一旦ミャンマーに 売りり込ままれれるるとと救出される可能性はほんんどありませんミャンマーの詐欺集団のボスは他でもない、スーロンカイシャーリ,リンカイにはもう一つの名前があります、シャーシコウです。ここではシャーリンカイといいます。シャーリンカイは2012年から中国の警察に指名手配されたと言われていますが、 具体的な犯罪行為はインターネットでは検索できません。シャーリンカイで検索すれば、ほとんど中国大陸の政府筋の記事が検索され、全部プラスのイメージで紹介されています。ただし、2012年から2016年の間は紅白です。例えば、シャーリンカイの肩書は、 ミャンマー・カレン州水公国アタイジョ特区会長や中国・アセアン経済回路推進協会会長などカンボジア、フィリピン、ミャンマー、香港と関係ある肩書きが10個あります。まだ2018年11月20日、 習近平がフィリピンを訪問している期間に、社臨会はフィリピンのドテルテ大統領に招かれて、習近平の歓迎パーティーに出席し、しかもフィリピン企業の代表や海外華僑のエリートなどとともに、習近平国家主席とドテルト大統領の接見を受けたなどの記事があります。 不思議と言った方がいいか、おかしいと言った方がいいか、あるいはでたらめと言った方がいいか分からないですが、中国の指名手配犯がフィリピン大統領の乗客となって、中国の国家主席と食事をしたのです。習近平であれ、ドテルテであれ、両国の最高指導者のレベルはこのことから推定できるでしょう。 習近平の歓迎パーティーに出席する人は必ず中国大使館に審査されるでしょう。中国大使館は海外中国人の情報を非常に詳しく知っているので、斜深会は中国の指名手配犯であることを知らないわけはないでしょう。習近平は外国で地獄の指名手配犯と食事を知ったのです。 社志向で検索すれば、社林会の犯罪情報の記事がたくさん出てきます。社林会は1982年、中国の河南省で生まれ、2012年、中国で指名手配された後、東南アジアへ逃亡し、2014年、フィリピンで違法の宝くじビジネスを立ち上げて、オンラインギャンブルと詐欺をして、 わずか数年で数千億元を持つ中国人の成功承認のイメージを作り上げました。しかし、インターポールに赤紙で指名手配され、2021年に臓器狩りと詐欺などの罪でタイの警察に逮捕されました。逮捕される時の国籍はカンボジアです。やはりカンボジアですね。シャーリンカイはミャンマーやタイ、 カンボジアなどで会社を数件持っています。ミャンマーではミャワデ地区にはミャワデ経済特別区がありますが、この特別区が一帯一路プロジェクトに加入しています。シャーリン会はここで、アタイ国際知恵・産業信条という会社を経営しています。中国の百度百科には、 2017年2月、シャーリンカ氏は習近平主席の一帯一路構想に応じて、東南アジアでミャンマーアジア太平洋国際知恵産業新庄を立てて、東南アジアで初めて一帯一路構想を実行する。 模範的なプロジェクトを始めたと書いてあります社林会自身も習近平主席の一帯一路構想に積極的に応え世界のエリートを招き共同に建設し共同に発展しその成果を分かち合うと発言したことがあります积极下院習近平主席的一代一代の一帯一路倉庫 全遥全球基因来这里共同建設共同发展共享成果ではアジア国際知恵産業信条とは一体どんなものでしょうかミャンマーとタイの国境付近のミャンマー側のカレン州水公国の地区は昔からタイとミャンマーラオスの3カ国の国境線地域の 黄金三角地帯と言われたところでとても恐ろしいところです。ここに KK パークという謎のところがありますが、これが社員会が約150億ドルを投資して建てた総面積約120平方キロメートルのアタイ国際知恵産業新庄です。これをアタイ城と略称しています。 アタイ城が建てられる当初から2年間で中国や香港フィリピンカンボジアタイなどいろんな国から300企業が入ってきました現在分かったんですがこれらの企業は実は全部詐欺会社ですアタイ城は工業としで建てられたと言われていますが考えてみればわかるでしょう シャーリン海自身が詐欺と賭博出身なので、工業都市を建てるわけはないでしょう。この KK パークは詐欺と人口販売、臓器狩りの本部です。カンボジアで拉致された人は、カンボジアの詐欺集団に採用されない場合、タイのバンコクを経由して、ここに売り込まれてきます。 ここでは詐欺の仕事ができない人は臓器狩りの対象になって殺されてしまいます。動画から見れば、これは工業区ではなく観光地あるいはリゾートエリアのように見えますが、実はここは強制収容所です。高級ホテルのように見える建物は実は牢屋です。 KK パークには7000から8000人が住んでいますが、ほとんどが海外から騙されてきた人や拉致されてきた人です。仕事はオンライン詐欺です。KK パークは有刺鉄線の張った高さ4メートルの壁で囲まれており、壁の内側には一定距離置きに警備員が見張りしているほか、パトロールする警備員もいます。 壁の外側には、カレン軍がパトロールしています。パークへの出入りは各社の代表のみが可能ですが、自由に出入りすることはできないです。脱出しようしたり、警察に通報したり、外部に救出を求めたり、仕事の実績が悪かったりする人はいわゆる軍部に送られますが、 怒られた人の半分以上はそれから二度も姿が見えなくなります。KK パークはカンボジアの西港と違います。東南アジアではいろんなパークの間で何度も人が売られますが、KK パークは基本的に終点です。 お金をいくら払っても監禁で脱出することはできません。軍部に怒られると、ほとんど人生のカウントダウンが始まります。水牢に投獄されたり、唐辛子の水を強制的に飲ませられたり、殴られたりしてあらゆる拷問が加えられます。 家族が数十万ドルを払えば救出される可能性はありますが、しかしそれは軍部からの救出で、パークからの救出ではありません。監禁できない人は死ぬまで拷問されます。KK パークから脱出できる可能性は5000分の1だと推定されています。 皆さんもご存知のように、ミャンマーは現在、軍政府に支配されています。一般的に軍政府はほとんど腐敗です。この地域はカレン州の反政府軍に支配されています。カレン族は人口が500万人で独立を求めていますが、ミャンマー政府軍は反政府軍に勝てないです。だから KK パークはカレン族の反政府軍に保護され、反政府軍は KK パークから指揮の支援してもらいます。カレン族軍は KK パークの外でパトロールするだけでなく、KK パークの中でもパトロールしています。この地域に行ったことがある人の話によれば、ここを経由する車は必ず軍隊に止められて、 料金の支払わなければなりません下連族には部隊が6つありますが彼らの間でも武力衝突することがありますだからこの地域は非常に混乱しています皆さんは中共の人口販売や臓器狩りについて聞いたことがあると思いますがこの KK パークでも人口販売と臓器狩りをします さっき、軍部に怒られた人の半分以上は戻ってこないと言いましたが、ほとんどが人口販売されたり、臓器が摘出されたりすると言われています。ミャンマーとカンボジアには臓器摘出できる医者がたくさんいます。船に乗って航海に行って、船の上で臓器を摘出します。摘出された臓器はカンボジアの病院や アルブ首長国連邦の首都ドバイの病院に送られて臓器移植手術に使われますカンボジアには中国とカンボジアが共同に経営する病院がありますがその病院で臓器移植手術が行われます2014年事件が明るみになった時腎臓移植事件だけ7000件が発生したとの報道がありました カンボジア側は軍隊がやっています。アラブ首長国連邦では2016年に臓器移植が合法になりました。ドバイにはお金持ちがたくさんあり、臓器移植する人もたくさんいます。中共の一帯一路プロジェクトは決して経済発展や文化交流のルートではありません。 一帯一路プロジェクトは習近平が提案したものですが、おそらく習近平自身も一帯一路がこのようなものになるとは予想できなかったんでしょう。習近平は共産者例に疲れているので、彼がやっていることは表から見れば彼自身がやっているように見えますが、実は共産者例のつきものが習近平をコントロールしてやっています。 今日は一帯一路のミャンマーについて話しましたが、実際の状況は決してこんなに簡単ではありません。今日の話はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。